えーこんにちはオリンピック選手ね確かにコーチや監督がいずにオリンピックに出場する人はまあいないでしょうねで昔から100文は一見にしかずと言いますけども私これね結構ね疑問に思ってるところがあるんですよ確かに100を聞くよりも自分で見て確確認しした方が確実ででょうでもいちいち自分で体験したり確認しないとわからないようではこれはですねオリンピック選手になりようがないと思うんですよ でですんで情報として知っておけばもうあらかじめ避けれるミスとかね繰り返しじゃなくていい失敗とかもあるはずなんですよそういうものに関しては体験これに勝る知識ってのがあるというふうに思ってますつまり100件は一分に勝らずというでも言いますかねうん、まあ、そんなとこじゃないかなと思いますねそれがコーチなんじゃないですかね コーチや監督ってのはたくさんの選手を育ててきた経験自分が場数を踏んできた経験こういったものを知識として選手に授けるから選手は事を起こす前に何をやったら失敗の可能性が高いのかということを避けながらやっていけるんではないかなと思うんですよ。だからビジネスもですね今となっては通用しなくなった何とかの量産ですとかスクロール動画ってのをやらずに 正解の道を最短距離でで行けるんんじゃなないかなと思うんですよしかし今情報が開放されてますから全てのビジネスのプレイヤーが全ての情報にアクセスすることができるわけですよねだからそうなると何が起きるかっていうと研究熱心な人ほど有利になるわけですよでたくさんの知識を情報を集めてそれを片っ端から試していくだから手数も多くなるってことなんですけども多分ね リサーチしなければ、情報収集しなければ、いわゆる Google というコーチがいなければ、片っ端から試すことになるんで、多分その労力は数万倍になるでしょうね。つまり、相当な偶然がなければ、ヒットすることがないってことなんですよ。そうやって最初から奇跡を当てにするようでしたら、もうこれはね、プロの道じゃないですね。プロってのは、やるべきことをやって、そして最後に顔を覗かせるのが、奇跡や偶然ってものだと思うんですよ。ほとんど何もせずに、最初から奇跡や偶然、 ここれは起こりがなないいかなと思いますね前にもお話したようにこういった奇跡や偶然や運っていうのはそのポイントのようなものなんですよね。1万円分の商品を買ったらポイントが200ポイントつく300ポイントつくみたいな感じで商品1個も買ったことがない人とか買ったにしてもやっぱりね500ポイントとか600ポイント分の商品を買った人には数ポイントしかつかないわけですよね。まあ、ですんで膨大な量のあートレーニングや実践を繰り返したところに 初めて顔を覗かせるのがボーナスポイントだったりとかねペイペイボーナスみたいなね、えー、ラッキーボーナスだったりするのかなと思いますね、うん、やっぱり指導者がいなければダメですよそして指導者っていうのは常にこう自分が100までに必要なコーチ300を目指すのに必要なコーチ500を目指すのに必要なコーチさまざまです でも言えるのは1万のパワーを持ったコーチっていうのは100にも引き上げられるし100から1000にもできるし1000から5000にもできるしっていうところではないかなと思うんですよ。まあそういう意味でね継続が力になりというなら継続力の強いコーチをやっぱり人は選ぶべきではないかなと思いますよね。コーチがね修行中に退場したりとかねやめてしまうのはちょっとね困ったもんですからね。いってらっしゃい。